はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。アドレス瀬川です。さあ、テキサスチェーンソーマサカーに、ダウンロードコンテンツ、武器パック、そしてエクスキューションパック、来ましたね。新たなね、キルモーション、各一家一個ずつ追加されてます。んで、あとは、武器ですね。はい、こっち、共に有料なんですけど、このね、色違いなんですよね、やっぱね、どれもね。もうちょいなんか形状もね、変えてくれたら嬉しかったなっていうのがありますけど。このね、多分、やってる時わかんないんじゃないかな、これ。これ、あ、この人武器、色違いって気づく人は多分いないと思いますね。やっぱもうちょい変えて欲しかったっていうのはあるけども。まあでもね、何より嬉しいのか、まず、新スキンがね、獅子、これ、ブライド衣装。ちょっとね、体の向き変えてんのもいいですよね。ブライド衣装。これと、で、獅子も、はい。武器がね、本当に、これ、オリジナルと、これなんてもう、ほぼ違い、ないですよ。サイゼリアの間違い探しぐらい変わってない。そのぐらい変わってないです。これね。でも、今回のアップデートで一番喜んだのはこれでしょう。ジョーラです。ジョニーのジョーラかっこいい。かっこいいですね。武器ももちろん、はい、色違いが出てます。こんな感じでね。ちょっとね、新一家、新サーバー、新マップ来て欲しかったですけどね。作ってるのかすらわからん。作ってるのかすらわからないですね。で、今回ジョニー使っていきます。さあ、食肉処理場で、来るぞ、ジョーラが。意外と胸毛が濃いんですね。で、体中にね、こう、ちょっと傷があるのがね、これ、あれなのかな、男子に育てられたからさ、男子にやられてたりしたのかな、どうなんだろう、それって自分でやったか、そのね、抵抗されて切られたとかね、とか、この、生贄たちに。センシティブ。で、今回は、足を速くしていて、んで、足のね、速くなる代わりに攻撃力が下がっちゃうデメリットをビッグスイングで消して、さらに、ノコギリ刃がついてるんで、多分、一番攻撃力あるんじゃないかな。足速、この足の速さで。いいね。見てくれよ、この顔を。そし、ああ、いいね。はまりませんね。あら、どうも。ここは開けられませんよ。いけないか。これはコニーに対して開けてく。まあ、ここは多分開けに来ないね。ここにしっかり俺がいることを見せたから、おそらく、内側から来るんじゃないか？はしご、コニーが475点。はい。出ますか？こっち。開けてない。マジか。聞こえたねえ。よいしょ。ダメです。はい。あそこはもうどうしようもできないから。なんで今あった足跡消えたの？ちょっと足跡。逃げるな。逃げるな、足跡。
This is pointless, you know. なんでこの足、あ、消えたんだ。これあれ？今。You know, bleeding like that ain't gonna help your cause. いたて。あら、叫んじゃうよ。ちょ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 。開けてんな。ほい。お、そっちに逃げる？はいはいはい。まあ、多分これ落ちるかな。落ちないと死ぬので。よし、OK。シージャンパートウェア。これを、ね、教えてあげないと。ひたすらここ探し回っちゃうから。で、レベル2。ほい。お。ドニー。あれ、ソニー落ちてる？落ちなかった。ソニーがそこね。ソニーどうしてるかな。まあ上2人ってことでしょ。ならおい、あれ、ちょっと待ってちょっと待って、寝てんだけど。こっちに行ったと見せて、はい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 、はい、お、新モーション。お、めっちゃ笑ってる、いいね。肝臓差しの系だったかな。いや、いいね、これね、かっこいいね。今、もしかして上に誰かチェイスしてたかな。今回この構成ね、1200点。Time to play. こっち大丈夫？一応こっち見とくか。ほい。うん、多分来てないかな。止め具してくれてる。大丈夫か。自由だったね。この構成ね、その攻撃力に振りまくってるから、血液が全然ダメなんですよ。よいしょ。ほい。やはり向こうまで行ってる。引き上げて、大丈夫かな？カーバッテリーまで行かれてないかな？これ。あれ、なんかやるやつ、あれ、落ちた、あれ絶対落ちた、絶対落ちた。ほい。確実に真ん中に落ちてる。ほい。Where you'll run off to. 落ちてませんね。俺は戻ろう。俺戻ろう。よし。レベル上げれる分だけ取って、お、やっ、落ちた、飛び降りた、よしよしよし、俺こっちから行くから。ポニーね、ダメです。そっちにいるんじゃない。戻って戻って、ん、どこ行った。こっちまで来てるか。なんかラグいな。
足跡がすごい逃げ回る。んで、足跡見えないんだけど。これバグってませんか、これ。しゃがみ歩きで回避できるけど、いくらなんでも映らなすぎる、これ。これレベル上がるよね。上げて、血浴びるとすごいね。言ってもらって、もう開いてない。ちょっと待って、これ足跡バグってたらちょっとマジで何の強みもないんだけど、何の意味もない上裸のおじさんになるんだけど。逃げる。ちょっ、これで？これ、中入ってく。出る。はい。出るかな？無理か。まあ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 、いいでしょう、いいでしょう。下にまあコニーがいればもう上はアナだけだからね。お、来てくれた、来てくれ。これ、あ、上行くか。上行ってももう逃げるとこないんじゃないの？またここに来るんじゃない？ここ来るしかなくない？ほら。裸のおじさんが待ってたよ。いい場所だな、ここ。いいね、ここ。最高の場所じゃん。いや、いいね。俺の心、ただね、俺の心配は一つ。これをあげてバンされないかってことですよね。ちょっと肌色面積が、ちょっと多すぎる。大丈夫かな？足跡ない？レザーフェイスあれ100超えてるかな？いけるかな？大丈夫かな？ギリギリ足らない。ちょっと待って。うっさ。そうですよね。おかしいなと思ったんですよ。裸でワッシュワッシュしちゃって。はい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 。ボディーブロックしたかったな。いや、めちゃめちゃかっこいいよね、これでもね。全員のジョーラスキン欲しいな。ねえ。ナンシーも欲しいし、ホックも欲しいし、全員で欲しいです。さあ、2戦目は一家の家。シシーとレザーフェイス。レザーフェイスがね、ノーキャンプファミリーじゃんって言ってましたね。もう、守りを捨てた。捨てたジョーラと、多分ドレスじゃない？シシー。シシードレスじゃなかったら、ドレスドレス、ドレス、ドレスだ。ドレスだね。いや、いい、やっぱね、着たいよな、そりゃ。で、窓破りが2個目か。まあ、でも窓破りなんかしてこないよね。ほい。ここはもう、ワンチャン、下一気にゴリ攻めでもいいかもしれないな。多分そろそろ、なるんじゃない？頑張れ。一人やるんだ。世に一人やるか、もしくは、音を出させて。オッケー、そこ閉めてんの、ナイス。起きろ、グランパ。グランパ起きろ。
ああ、でもリーランドか。オッケーオッケー。これでタックルされて、行かれるのが一番やばい。ほい。オッケーオッケー、ナイスタック。よし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 。これで移して、レザーフェイス、ナイス。で、ダニーが入ってきちゃったから逃げられない。あれ？よいしょ。はい、肝臓の刑。はい、肝臓の刑。いいね。やっぱり武器全く見えないね、これ。全く武器の違いわからん。やり合ってる。いや、でもこれ、もう間に合わない。奥行ったね。おし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 。これ絶対こっち入ってる。絶対こっち入ってくる。よいしょ。へいへいへい。え、これは？これはまあ、いつも通りのやつか。お疲れさん。上がる上がる上がる。あ、でもまだどこも開いてない、どこも開いてないですね。ラスト一人。3人一気に来たのは多分想定外だったでしょう。残りのダニーは、あら、やられてますね。GG。ということで、新スキン。彼女は、でも、まあ、ちょっと早く来てもよかったね。発売してすぐに来たら最高だった。うん。ということで、早いとこね、新一家、新マップ、新サバイバー、お願いします。次回もお楽しみに、チャンネル登録まだの方はぜひともお願いします。では。